コーデを組んで載せたいと思います。前回の動画をぜひチェックしてみてください。今回はベーシックっぽいものをあえて選ばせていただきました。新生活とかにちょっと必要なね、使いやすいようなコーディネートを。皆さんこんにちは、まさおこつばさです。今回は先日購入したユニクロでちょっとコーデを組んで載せたいと思います。今回使うのはこちらの新作たちです。前回の動画をぜひチェックしてみてください。はい、 T シャツだったりとか、あとはまあジャケットだったりとか、ブルゾンだったりとか、結構今回はベーシックっぽいものをあえて選ばせていただきました。なので今後新生活とかにちょっと必要なね、使いやすいようなコーディネートをちょっと私なりに組んでみたいと思いますので、最後まで見ていってください。というわけで早速着替えます。このコーディネートのポイントは上下セットアップで、まあ、こんな感じでネイビーを合わせているんですけど、まあ、中は T シャツとかで軽くカジュアルなものでいいかなって思います。でそういう時にこういう風なちょっとシルバーアクセとか1個つけておくと、最近このタイプのアクセサリーが好きで、チェーンでもなくて、なんかなんていうのこれ、紐っぽいっていうか、なんかなんだろうか、こういう系のアクセサリーとか持っとくと結構大人っぽくシンプルに T シャツにさらっと合わせられるのでおすすめです。私はシルバーもゴールドも買いました。バッグがあのネイビーにもすごく合うので、黒とかだと重たいので、まあ、ちょっとなんかブラウンっぽいような色にしてみました。なんかもっと個性派にしたかったら色物のなんかバッグとか合わせても可愛いかなって思います。でヒールもなんかもっと奇抜なグリーンとかもいろいろあったんですけど、なんかちょっとベーシックっぽいようなものにしたんですけど、何がポイントってやっぱ今は先がめちゃくちゃもうとんがってるのがすごい好きで、とんがっているものをよく買うようにしています。このコーディネートのポイントはちょっとくすみ系のピンクを入れてみたので、結構同系色で合わせるのが好きなので、同じトーンのちょっとスモーキーがかったベージュというよりもちょっとなんかピスタチオベージュみたいな、ちょっとくすみ系の色のブルゾンを合わせてみました。万能な黒いロングスカートを合わせて、でそのままあと甘めになりすぎてしまうので、こういうキャップを入れてみたりとか、まあ、あとこういう風なメンズっぽいサンダルを入れてみて、リブのソックスをちょっと合わせてみたりとかして、メンズっぽさをバランスをとってみました。甘いもの結構なんか入れすぎたなって思ったりした時は、そういう風にメンズアイテムのものとかを持っておくと結構バランス取りやすいと思うので、なんか最後足し引きみたいな感じでコーデすると結構コーデしやすいかなって私は思ってます。靴取ってくる。Thank you.
これはちょっと今見ながら急遽組んだコーデなんですけど、こういうなんかジャケットとかにブルゾンとか中に着たら可愛いんじゃないかなと思ってやったら可愛い、できた、めっちゃいい、なんかあれっぽいね、不良の制服みたいで可愛いね、ちょっとヤンキーっぽいというかヤンキー優等生みたいな感じが、可愛くできました。で中をねベージュに、まあ、同色のようなものを合わせてあげるっていうのが、まあ、今年っぽくていいかなって思います。やっぱこうやってフードとか出してあげると一気にこういう肩カチッとしたジャケットがカジュアルっぽくなるのでいいですよね。この下のタンクトップもよくなんか下にスカート履くとき何でも全部インしちゃう方いると思うんですけど、これは形があのちゃんとねラウンドなんですよ。パツってなってなくてこういう風に出しても可愛いようになってるので、なんかそういうやつは中に入れてもいいし、こういう風にアウトしてきてもすごい可愛いかなって思います。はい、足元はちょっと急遽持ってきたスニーカーをこんな風にね合わせてみて、まあ、結構なんかユニセックスっぽいような、はい、雰囲気にしてみました。やってみてください。このコーディネートは JW アンダーソンのワンピースをちょっとベストっぽい、ロングベストっぽい感じにしてみました。なんかすごい一気に大人っぽい感じになって、で中もあえてこう袖をね腕を出すようなイメージでノースリーブのトップスに合わせてみたんですけど、いいよね、いい意味でユニクロっぽくないというか、すごいなんか大人めなブランドっぽくてめっちゃ気に入ってる。でこういう時にパンツはやっぱりあのワイド系のなんかちょっとクシュッと楽っぽいなんかこなれたようなパンツを履いたりとか、あとちょっとツルツルっぽいようなちょっとサテンが入ってそうな生地とか選ぶと夏にかけてなんか暑苦しくなくて可愛いかなって思います。この太めがね私はパンツ選ぶ時好きです。今年は結構太めをたくさん買うようにしています。なんかこう落ちてるというかそういうのを買うようにしてます。でやっぱそういう時にはこういう風になんか腕元にアクセしたりとか耳かちょっとだけ華奢なネックレスしたりとかした方が結構それっぽくなっておすすめです。はい、はい、というわけで最後のコーディネートになります。せっかくワンピースって書いてあったんでちょっとワンピースっぽく着てみたんですけど、やっぱノースリーブが苦手って方もいると思うので、そういう時のためにちょっとさっきのプチハイの T シャツを中に入れてみました。そしたらねなんかもうそういうデザインっぽくなって一気に着やすくなりました。でなんかちょっとモードっぽいようなテンションで持ってけたかなって思うので、あのまあパンプス履けばもうちょっと綺麗なお姉さんっぽいような感じになると思うんですけど、まあ、私はもう普通にこういう風にちょっとおじさんっぽいっていうかおじさんっぽいサンダルになんか靴下とか合わせるなんかこういうなんかモードストリートっぽいような雰囲気がすごい好きです。でバッグも同じように黒を合わせてみました。これ意外と可愛い、やろうと思ってなかったけどめっちゃお気に入りです。はい、ということでいかがだったでしょうか。
なんか3体ぐらいコーデ組めたらいいなって思って、なんとなくコーデ組んで買ったんですけど、実際はもうちょっと5体組めて、もっと考えてよかったら多分もっと組み合わせ自由にいろいろ組めたかなってぐらい、意外とねやっぱ使いやすいもの今回揃えたんで、かなり着回しが効くものばっかりだったかなって思います。今年はちょっと私物でいろいろ他にも着回しとかして、インスタグラムとかにも載せたいなって思いますので、ぜひインスタもフォローしてください。はい、というわけでまたユニクロ並んだりとかコーデ組んだりとかいろいろしたいと思うので、恋コーデ見たいとかリクエストお悩みとかありましたら、ぜひコメントにも書いてください。というわけでこのチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録グッドボタンもしてください。以上、マサーカ翼でした。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。